花も実もあるエドロポリスは800野鳥。闇に隠れて悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。ヤンキーだ、俺たちだ。てやんでい。えれ、ゴーンの神に子供。もうたまんない。次はどれにしようかしら。うっひょー、おいしいわ。一日の仕事を終えて食べるお宅のいなり寿司が一番ね、やっぱり。どうも毎度ごひいきに。今度これ。もう最高。よく食うね。お忍びだって言うからどこへ行くのかと思えば、何もこんなところでこっそりと。ん、修行が足りぬぞって。あ、私も満ち足りた気分。こうして幸運の神の華麗な一日は穏やかに暮れていくかのように見えた。で、源ちゃん、何？例のメカの方、進んでるんでしょうね。はあ、その件は全て計画通り。そう、それは楽しみだこと。あのメカさえできれば、今度こそ幕府転覆の。何？どうしたっての？何の騒ぎなの一体？幸運の神様が。あ、そうでござりましたか。幸運の神様にこのようなお子が。冗談じゃないわよ。お話ってば。なんでこんな子に父親呼ばわりされなきゃなんないのよ。パパ、もう怒らない。おいでパパ。違うって言ってるのに。パパじー。源ちゃんまでそんな目で。パパ。あ、老中、幸運の神に隠し子がいたよ。老中のスキャンダルだ。幸運の神もこれで老中は首か。さあ、勝った。おないで。あの幸運の神に隠し子がね。エドロポリス中その噂で持ちきりよ。そりゃね、天下の老女ともあろうものに隠し子がいたなんてバレちゃ一大スキャンダルだもんな。こいつは幸運の神もただじゃ済まないかもしれないぜ。そう、老女をクビってことだって。老女をクビ、そうなれば幸運の神の陰謀はパー。カラカラ一族との戦いも終わり。俺たちは晴れてお役御免。このつらいピザキャットの生活ともおさらばだ。やめるのは構いませんけど、お給料の前借り10年分ちゃんと働いてからにしてくださいね。本当にもう。お束には幸運の神の首よりピザキャットの経営の方が問題だった。わはんのほうよ。おかしいな。神の隠し子とはその赤ん坊か？隠し子なんて。は、隠し子なんて。そんなわけは。そっちは黙っておれ。見れば見るほど。確かに似ておる。うさ姫様、一体このこと私のどこが。私のどこが。この父上と可愛い姫が親子なのじゃ。それに比べればそちたちはそっくり。これ以上ないうり二つの親子じゃ。そんな。あら、赤ん坊はどこ。あげろ。あにゃ。こっこら、上様に何ということを。め、
は幕府転覆よ、コーン。幕府転覆。やだこの子ったら、わけのわかんないこと言っちゃって。おまた、おまたよ。さあ、おむつ取り替えましょうね。赤ん坊のその仕草、その性格、そしてそっちの赤ん坊に注ぐその愛情。その赤ん坊、確かに甲の神の子供に相違ない。そんな。姫様、あのね、老中と養殖に会いながらね、隠し子がいたって天下の恥。島流しは覚悟するんじゃな、コーンの神。いずれ追って沙汰をする。それまで自分の部屋で謹慎しておれ。姫様お待ちよ。どぼちて、私が転覆転覆。パパパパ、入ろう入ろう入ろうなんで俺がこんなことを。まずいわまずいわよ、これって。私の信用はガタ落ち。このまま老中の座を追われるなんてことになったら。ダメダメダメ、そんなのって絶対ダメ。なんとか今のうちに手を打たなくちゃ。引っ張りーの、上がりーの、ボタンを押す、こんちゃんのって。この年になっておむつ干すことになるとあったも。玄ちゃん。はい、ああ、これはこの神様。あのメカはまだできないの。ああ、それがカラス忍者たちも何かと忙しく、この調子では完成まであと2、3日はかかるかと。もうじれったいわね。私自ら指揮を取り、軍資金全部つぎ込んだこの最強メカ。はあ、パワー、スピードともに今までのメカの数倍。そうそう、これさえ完成すれば今度こそ幕府転覆も間違いなし。そうそう、それなのに、ああ、この大事な時にスキャンダルに巻き込まれるなんて。まあ、身から出た寂しいな。え、なんか言った。あ、いやいや、別に。とにかく一刻も早くあのメカを作り上げて、老中をクビになる前に幕府を転覆しちゃうのよ。はは。にん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 まったく隠し子さまさまだぜ。幸運の神が老中をクビになれば、おいらも自由の身に。僕れば晴れちゃおびっちゃんと目当てになることだってんねさ。やっとやったろうさ。裏長屋の乙女さんじゃねえか。一体どうしたってんだよ。吉坊が帰ってこないんだよ。ねえ、吉坊が。お湯を 200cc 入れるのか。ではとりあえず作戦会議を。ば、そう、じゃあ乙女さんとこの吉坊、昨日から迷子のまま。まだ見つからねえらしいんだ。買い物してるほんのちょっとの隙に。よし、乙女さん、任しときな。配達のついでにおいらが探してやるよ。さすがやったらさん、頼もしい。なんの音だ。シュプッシュプッシュね、プッシュプッシュプッシュね、プッシュプッシュね。が笹錦四号で出動した。申し訳ありません、ちょっと目を離した隙に。お黙り、毛黙り、水たまり。もうこの役立たず、子守一つ満足にできないの。やはり紺の神様も自分のお子は可愛いと見える。は、そのようで。誰が私の子ですって。
あ、いえ、別に。とにかく、ニャンキーたちに気づかれる前に、ササニシキ4号を連れ戻すのよ。出動でブルルンスカシ、あんなメカを使うのは、クーンの神しかいねえんで。このパターンもマンネリだわね。おっか、これがオイラたちの役目だよ。この世にはびこる悪の影、撃ってくれよ、この顔で。たとえいかなる闇だとて、払ってみせましょう、この相手。我ら、正義と勝利の使徒、秘密忍者隊、ヤンキー。にゃ、なんで、今日はカラマルもカラス忍者もいねえのかよ。こんの髪のやつ、手抜きしやがったな。やっと追いつきました。やだ、もうニャンキーたち来ちゃってるじゃないの。はあ、うん、邪魔、パパッと片付けて早いとこ帰るか。行くぜ。こういうやつは動きが鈍いって決まってるんで。よし、やったろ。そう、やったろ、離せ。さあ、やだ、でもちょっと。おっと。なあ、何よあれ、やめ。ああ、何分まだ未完成なれば。しかし部品の交換も今ならまだ可能かと。 LMS とお好み次第で。リアリズムだわね、ゲンちゃん。大丈夫、やったろ。なんとか生きてるぜ。赤ん坊にやられちゃうなんて、ヤンキーも結構情けないわね。おかしいです。どうしたの。はあ、いや、確かササニシキ4号の操縦系統はまだ完成していないはず。操縦系統が。じゃあ、あれってあの子が操縦してるんじゃなくて。はあ、その、ただメガが暴走しているだけのヘッテ。暴走。あれ、なんだ、あいつら来てたのか。どうなってんだ、ありゃ。こいつはどうも様子が変だぜ。よし、プッシュプッシュ、プッシュプッシュプッシュね。
脂肪を？くそー、カオンの神のやつ、子供にメカを操らせ、悪の片棒を担がせるだ。許せん、こうなったら、あたすけメンバー呼んじゃおう。ああ、ニャンキーからお助けメンバーの注文だわ。ボットさん、大変なの、ニャンキーのピンチ、お急ぎで現場に飛んでちょうだい。ゴットンだ、もとい、合点だ。時間がないので後にしよう。ゴッドのやつどこ行っちゃったな。やいやい、弱虫百貫デーブ変転速でお前の母ちゃんデーブぞ。お尻にペンペンと。こめこめ。ゴッドったらあんなにあの凶暴なメカを怒らしちゃって。やった！それでは今度こそ説明しよう。ゴットンはササニ式4号を落とす巨大な落とし穴を作っていたのだった。今だ！やーよ、やーよ、ね、やったね、ゴットン。わーわー、やいやいやい、こんの神、エドロポリスを壊し、さらに幼い子供まで戦いに利用すると。子供？違う、違うって。提案でいい。よって許せん。違うってば。またまた説明しよう。ヤッタロウの正義の怒りが限界値を超えた時、妖刀マサマサの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。なんじゃ、あの赤ん坊はただの迷子で、そちの隠し子ではなかったのか。は、はい。では今回はシワ流しにせー。わなしか、つまらん。とほほほほほ、あら、もうなんで、なんで私ばっかりがこういう目に遭うのよ。くやひ、あ、また来るのかな。なんかいまいち気合が入んないわ。あ、助かった。なんだか妙に寂しくなっちゃったわね。コーンの神の幕府転覆計画はバタバタ失敗した。だがコーンの神の陰謀は次々と新しい方法で繰り出される。負けるな、秘密忍者隊ニャンキー、戦え僕らのヤッタロウ。やだ、なんでこうなの。情熱を
こと考えてる場合じゃねえ。町では男が女に、女が男になって大混乱。くそー、またカラカラ一族だな。よし、スペシャル特急便で。次回、キャット人間提案で。かわいい？やったろ、女になる。